はい、こんにちは。速稼塾の久保、暗号通貨ニュースです。まあ、リップルなんですけども、これタイトル見ていただきたいんですが、北米のファンド、リップルを売却。ビットワイズに続き、グレイスケールも。まあ、ビットワイズってところと、グレイスケールっていう会社が、まあ、リップルをね、大量売却したって話なんですけども、これちょっとね、私も勘違いしがちなんで、よく確認しないといけないんですけども、現在リップルがね、20円台、23円とか24円になっちゃいましたよね。それを見て、投げ売りを始めたってことではないんじゃないかなと思うんですよ。確かにね、リップルってのは一時期70円を超えましたよね。それ先月の話ですよね。先月70円とか75円とか付近を行ってて、そこまで来たらね、大量利確する、いわゆる、大手、投資家が現れても仕方がないと思うんですよ。だからそこで売却したから今みたいな値段に下がったんじゃないかなっていうふうに考えれば、別に今このニュースを見てね、今更狼狽することはないと思うんですよ。すでに売却するところは全部売却しちゃって、売り圧力が生産された上で、今の価格になっている23円、24円になっていると思えば、あとは、売る圧力ないわけですから、これから買いが入ってくるしかないかなって考えることもできるんですよね。ただこのニュースを見て、多くの人が、勘違いというかね、決めつけちゃうのは、リップルが23円からまだこういうところが売却をどんどんするの?みたいに思っちゃいますよね。いや、私はそういう捉え方してないんですよ。こういう、リップルの売却、ビットワイズとかグレースケール、その他、大手ファンド、クジラと言われている方たちが、70円台とか60円台で売却をかましたんで、今みたいな価格になっちゃったんじゃないかなっていうことを振り返ってるような記事だと私は思うんですよね。ここにも書いてますよね。北米の暗号資産運用会社がリップルのポジションを清算する動きが相次いでいるっていうのは、もうすでに清算済みなんじゃないかなと思うんですよ。ちょっとこれから裏を取っていかないといけないですけどね。生産日っていうのを見ていかないといけないと思いますけども。今ね、XRP の価格ってのは、これで一旦底を打って、こっから売り圧力をかけてくる大手さんっていうのはいないんじゃないかなって私は見てるんですよ。まあ、ですので、こっからは、結局、買い圧力しか入ってこないのかなっていうふうに私は今のところね、考えています。繰り返しますけども、今この瞬間、23円の XRP、今日は1月6日ですけども、この価格からこういった大手が売ってくるみたいな記事になってますけども、ちょっと待てようと思うわけですよ。ね。ここは冷静に考えていきましょう。これから売る大手さんとか、クジラと言われてたちはもういないんじゃないかなと思うんですよ。だってやっぱりね、普通に考えて、70円台で利確しますよ、やっぱり大手さんは。ここにも書いてますけども、ビットワイズが自社の暗号通貨インデックスファンドから930万ドル、9億6000万円相当のリップルを生産したからこそ23円に落ちたんじゃないかなとも言えますしね。関連記事で10億円相当のリップルを生産、資産運用のビットワイズ、SEC の提訴を受けてってことなんで、これはもうすでに過去の話で、今日の時点、1月6日の時点では生産済みなんで、売り圧力は去ったと私は見るんですよね。ここに記事もありますけども、グレースケールは現在もリップルのみで、組織されている、リップルトラストを運用しているが、同社、ホームディレクターのグレイグ・サルムによると、12月23日に同ファンドへの新規申し込みを停止したという。だからこれ過去の話なんですよね。随分前ですね。同トラストの投資家には引き続き、年次報告、なんたらかんたらと書いてます。まあ、ですんで、ついついこの記事をね、こう1月6日更新って書いてあるんで、今日見ると慌てちゃうんですけども、もうね、売り圧力は、こういったビットワイズとかグレースケールっていう売り圧力が去っていって、売り圧力がね、そこそこなくなっちゃったんじゃないかなって私は考えるんですよね。もちろんいろんな解釈がありますんで、そうじゃなくて、こっから売る人が多いんだっていう方もいるかもしれません。それをどう考えるかがまさしく投資なんで、私の方は、これから値を上がっていく。そして SAC の訴訟問題も、結局はね、長引くだけで何にもなかったように、まあ、リップルってのは元通りになると私は考えています。ということなんで、違う考えもあると思いますけども、それぞれの道を行けばいいと思いますんで、特にね、私が誰かの考えを否定することはありません。私はこういうふうに考えてますよと、そして記事に対してもこういうふうに読んでますよっていうことですからね、誤解なきようによろしくお願いします。それじゃあね、暗号通貨、他の通貨もいっぱいありますんで、これからもしっかり見ていきましょう。よろしくお願いします。